はい、今日はですね、4月30日、明日から4月、5月ですね。明日から5月です。今日もいい天気です。今日も外で、できます。それではですね、行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。ハレルヤ、アメン。はい、おはようございます。優しそう。優しそう。はい、それではですね、まず、4月30日土曜日、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。はい、イエス様を信じるということはですね、救われることです。ね、救われるばかりではなく、家族も救われてきます。イエス・キリストを信じるということは、家族に対しても、ね、救いが流れるんです。その家族の呪いが断ち切られて、家族の呪いが断ち切られて、レイチェルさん、おはようございます。ちょっとあれですね。真っ白になっちゃいましたね。ちょっと待ってくださいね。今、治ったと思いますが。はい。真っ白になっちゃいましたね。はい。今日はすごくいい天気ですね。いい天気で。はい、フリップさん、おはようございます。ミオさん、レイチェルさん、五代さん。おはようございます。今日は土曜日なので、昨日から連休ですね。昨日から連休なので、これにこう、街中は、ガラッとしてますね。街の中がガラッとしてます。これ教会です。では今日はですね、近くにですね、小さな公園、まあ本当にこの近辺では一番小さな公園だと思うんですが、小さな公園を発見しました。で、今日は皆さんにその小さな公園をですね、まあ、一緒に行きたいと思いますね。昨日はちょっとね、寒かったです。風があって、今日も若干寒いですが、天国を感じられるほど良いお天気です。アメン。そうですね、まあ良い天気っていうのはその天国を感じることかもしれませんね。天国を感じる、それはまあ本当に少し寒いですよ、ね、今日コート着てこようと思ったぐらい寒いですが、ね、少し歩けば大丈夫かもしれませんが、はい、少しひやり、そうですね。少しひやりしてます。聖書漬けの電球にしようと思います。アメン。聖書漬けの電球にしようと思います。いいですね。皆さん、その普段なかなかですね、祈れない、なかなか聖書を読めない、ね、なかなか信仰的なことができないと思ってる方もいると思います。連休はですね、できれば信仰的なことをしよう。ゴッドウィーク。ね。ゴッドウィークにしようと、皆さん、思われるといいと思います。ゴールデンルール。ゴールデンルールを実行しようとかね。ゴールデンルールを実行しよう。または、
ゴッドウィークにしよう。ぜひ皆さん、そのゴールデンウィークはゴッドウィークにしましょう、ね。ゴールデン進行いいですね。ゴールデン進行。ございます。天国に行くと、ね、天国に行くと、その道路がですね、透き通った道路のようだと書いてあります。ね、昨日ある方がですね、夢を見たそうです。なんか白くて、天国に届く階段を、があったそうです。そしてその背景が黄金色だったそうです。そしてその階段のこの一番上に白い十字架があったそうですね。そういう夢を見た方がいます。いいですね。私たちもそういう、夢を見たいですね。今朝の太陽が普段よりも明るいように思いますが、いかがでしょう。ああ、普段の太陽よりも明るい。そうですね。ちょっと太陽見てみましょうか、皆さん。普段の太陽より明るいでしょうか。ああ、こう綺麗な花壇があります。ね。綺麗ですね。風もありますよ。いろいろ混じってます。綺麗ですね。朝と夜どっちが好きですか？朝ですね。朝が好き。今朝は誰かの葬式の夢を見ました。どう捉えたらいいのかな。そうですか。葬式の夢は見たくないですが、何か意味があるのかもしれません。おじさん何歳ですか？65歳ですね。65歳です。それではメッセージいきましょうね。メッセージ。皆さん、イエス・キリストを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。皆さん、救いというのはとても大事なんです。皆さん、私たちは救われるために生まれてきたんです。私たちが生きているのは、大学とかで講演されてますか？いえいえ、天国大学で。あ、おはようございます。あ、朝の散歩ですか？あ、いいですね。気持ちいいですね。イエス様のおかげで早起きできました。アメン。イエス様のおかげで早起きできました。ここにもベンチたくさんありますね。この町はベンチが多くていいですね。ベンチが多いですね。そして皆さん、私たちは、救われるために生まれてきました。これもうちょっと先です。毎日礼拝に行っていますか？礼拝は日曜日だけですね。礼拝は日曜日だけです。皆さん、私たちは救われるために生まれてきたんですね。救われるために生まれてきました。そして私たちは自分が救われるだけではなく、ね、自分が救われるだけではなく、家族も救われなければなりません。家族も救われる必要があります。
ぜひ皆さん、皆さんの救いが、皆さんの救いが家族の救いにもなります。そしてまた私たちは家族だけじゃなくて、ね、他の人が救われるように伝道する必要があります。私はこの今日はツイキャスですが、ニコ玉とツイキャスで伝道しています。そしてあらら、犬、ワンちゃん、でもいいえ、大丈夫ですよ、大丈夫です、ワンちゃんがいましたね、これは筋切るですね、筋切るですよ。今はまあサスキと言ったらいいんでしょうか、筋がですね、本当に綺麗な時ですね。いや、ちょっと狭い道路、ちょっと怖い道路ですね。ちょっと引かれそうな道路です。マラソンしてる人がいますね。今日はこの道路で行きますね、もうすぐですね、公園ですね、もうすぐ公園に行きますが、道幅が狭いと怖いです。どっちを、お気をつけて。この道路は多分初めて通る道路じゃないかと思いますね。顔が怖い。すいません。こういう感じですね。公園がもう小さな公園、アリスの庭って書いてありますね。アリスの庭っていうことは小さいって意味でしょうかね。ここですこんなかわいい、この可愛い公園ですね。ね、ここにアリスの庭ってあります。ね、花は今はねないんですけど、まあこれだけの公園ですが、木がちょっとありますね。これだけの公園でもいいですよね。ちょっと座ってですね、はい、よいしょ、小さな公園です。公園と呼べるのか、すると精霊が鳩のような姿をしてキューちゃんの元に降りてきていった。公園で明かしたい。
小さな公園ですよね、本当に。まあ、これだけの公園です。これだけの公園というか。ね。これ。まあ、一応空が見えますね。一応空は見えますけど、小さな公園ですね。小さな公園にベンチが3つ、そうですね、小さな公園にベンチが3つという感じでしょうか。はい、それではですね、メッセージを続けていきたいと思います。そうですね。落ち着きます。アーメン。アーメン。今日はちょっとね、温度が低いので、ちょっとこう暖かい感じ、こう日向ぼっこというね、こう日向ぼっこという感じですね。天国的な天気ですね。そうですね。天国的な天気です。天国的な天気。そうですね。小さな公園にベンチが3つ。今日もイエス様の御言葉を与えてください。そうですね。はい。それではですね、皆さん、その私たちはその先祖の呪いの中で生きてきました。罪というのは先祖代々伝わってきたものなんです。私たちは先祖の呪いの中でいろんな、災いがあるわけですが、しかし皆さんが、イエス様を信じると、皆さんの家系って言いましょうか、こう先祖代々の家系がそこからですね、呪いから脱出できます。多くの人は先祖の呪いで苦しんでいるんですね。例えば癌家系っていう言葉がありますよね。癌の家系っていうのがあります。まあ、それも一種の先祖の呪いです。いろんな病気がですね、先祖代々続くというのがあります。皆さん、私たちは様々な先祖の呪いを持っています。その先祖の呪いを断ち切らなければなりません。イエス様、先祖の呪いを断ち切ってください。アメン。そうです。先祖の呪いを断ち切る必要があります。ニコ生と違ってコメントが優しいな。ツイキャスは平和だな。ニコ生はですね、ハンドルネームを、匿名にすることができます。人間というのは罪人です。自分の身分が、ね、隠せるならば悪いことをしやすいんですね。人間というのはですね、悪いこと、もともと、罪人ですから、悪いことしたいんだけど、悪いことができないような環境があって悪いことをしないんですね。今朝は特に平安を感じます。多くの人は、まあ警察がいるから、また人々の目があるから悪いことをしないんです。つまり、その人間はですね、光があると悪いことをしにくいんです。でも、夜だと、夜と暗いところに行くと悪いことを しやすくなります。よく暴動とか災害があると悪いことをする人いますよね。地震の時にですね、地震の時に空き巣に入るとか、火事場泥棒とかいう言葉がありますけど、人間はですね、
この人の目がない時に悪いことをするんです。人間ってそういうものなんですね。人間というのは罪人で、人がいないと悪いことをする。そういう意味でニコ生はハンドルネームが特定できるので、そういうことで悪コメを打ちやすいんです。それに対してツイキャスはですね、ツイキャスは一応ハンドルネーム出るじゃないですか。本名じゃないかもしれない。そういう意味で、ツイキャスの方が悪コメが少ないんじゃないでしょうか。おはようございます。私はキューちゃんの伝道で変わることができました。アンチなんか負けないでください。あなたの支持者に、支持者は絶対にいますから、ありがとうございます。コシアンさんは、変わることができたんですね。アメン。皆さん、本当に救われるんです。コシアンさんも、福音を聞いて、イエス様を信じて変わったんです。コシアンさんが変わった。素晴らしい。夜の思考はネガティブになりやすい。医学的にあるそうです。朝はいいです。医学にそういうネガティブになりやすいっていうのがあるんですね。昨日のニコ生ではサタンの攻撃がすごかったけど、負けないキューちゃんの牧師で。アメン。イエス様の救いを求めている熊本に伝道しに行かないんですか？ネットの方が伝道しやすいですね。リアルよりもネットの方が伝道しやすいです。最近早朝にお散歩するようになりましたが、朝の聖霊様の感じで気持ちいいです。アメン。アメン。朝はですね、特別な気持ちよさがありますね。朝というのは、やっぱり天国を表すと思います。ちょっとここに小さな森があるんですが、ちょっと小さな森を見てもらいましょう。こういう小さな森、なんか木を切っちゃいましたね。小さな森があります。うん、次はこうやってですね。久しぶり。あ、ゆりさん。ゆりさん。はい、お元気でしょうか。ゆりさん。ね。嬉しいです。ゆりさん来ていただいて、すごく嬉しいですね。はい。はい、久しぶりです。旦那の祖母の葬儀が、キリスト式で行われました。ハレリ、あ、素晴らしいですね。それは素晴らしいです。すると、義理のおばあさんはクリスチャンだったんでしょうか。クリスチャンだったんでしょうかね。キューちゃんの放送を見てタバコをやめようとしたけどやめれなかったでした。大丈夫です、ももくん。諦めないで続けてやってください、ね、諦めてはいけません。諦めないで続けてですね、続けてやめたいと思ってください。自分の力じゃなかなかやめれません。しかし、イエス様に、やめたい、イエス様やめたいと思うならばですね、だんだんやめれるようになっていくと思います。皆さん、ネバーギブアップです。皆さん、イエス様がいるから、イエス様がいるから、ネバーギブアップですよ。ネバーギブアップ。皆さん、
諦めてはいけません。義理のおじが熱心なプロテスタントだ。あ、素晴らしいですね。義理のおじが熱心なプロテスタント。素晴らしい。それは良かったですね。それは素晴らしい。はい。初見の方いらっしゃい。ゲス様のおかげで仕事クビになった3日後に仕事が見つかった。アメン。アメン。嫌なことがあってもがっかりしてはいけません。私たちは、試練の中で、試練の中で、イエス様を期待するんです。決して諦めてはいけません。はい、エイジさん、おはようございます。皆さん、イエス様は生きておられます。イエス様は生きておられます。私たちはいつもですね、私たちはいつもイエス様がおられます。すべてのことが、すべてのことが神様の導きの中であります。決して諦めてはいけません。いつも希望を持つのです。ね、何かトラブルがあっても、大丈夫です。神様を信じるっていうのはそういうことですね。神様を信じるというのは、そのイエス様を通して、ね、イエス様を通して、いつも助けてくれるんだ。イエス様が、おられるんだ。皆さん、大事なのは信仰によって神様が働いてくれることなんです。信仰がなければ、信仰がなければ神様は働いてくれないんです。ですから、皆さん、何かあってもですね、心配しないことです。何かがあってもむしろ主を喜ぶんです。毎日イエス様のご計画で働いています。アメン。本当、旧牧師は素晴らしいことをおっしゃっていますね。ますます好きになりました。アメン。ありがとうございます。アメン。なんでそんな悪い顔してるんですか？太陽が眩しいです。ね。もう太陽が、ちょっと眩しくてですね。目を細めてます。そして、コメントをね、コメントを見るときに、ちょっとですね、若干、視力の問題があって、目を細めてます。二人で祈ると、協力ですね。友人に祈りの依頼をしました。家族がバラバラにならなくてよかった。アメン。よかったですね。よかったですね。ゆりさん、よかったですね。家族がバラバラにならなくてよかった。はい、そうですよ。イエス様おっしゃいました。二人でも三人でも。心を一つにして祈んなさい。二人でも三人でも、ね、心を一つにして祈んなさい。そうすれば叶えられます。そうすれば叶えられます。今、話題のミニマリストってどう思いますか？ミニマリスト。ミニマリストって何でも小さくっていうことでしょうか？何でも小さく小さくっていうことでしょうか？そうですね。まあ、なんて言ったらいいでしょうか？そうですね。まあ、質素。クリスチャンは質素ですから。あ、製品やシンプルライフに似てる。あ、そうですか。じゃあ私はミニマリストかもしれない。私はクリスチャンでもですね、
まあ、製品を強調する人と、ね、まあ、あの、その、はい、なん、繁栄の福音、繁栄の福音じゃなかったかな。繁栄の神格っていうのがありますね。もちろん私は、あの、繁栄の神格ももちろん信じます。しかし、製品の神格って言ったらいいかな。製品の神格も強調しています。そういう意味では、ミニマリストかもしれません。その、まあ、TPO って言ったらいいでしょうかね。TPO。あるところでは、製品。で、あるところでは、なんか、こう、なんて言うんでしょうかね。大きく。ね、大きく。だから、その、すべてが、あの、製品ということではないんですね。私、あの車は私の車じゃないんですね。あの車を借りています。服装の制服かとか、仕事道具以外は少なくとかミニマリストですよ。ああ、仕事道具以外は少なく。制服、服装の制服か。そうですか。キューちゃん、今度の二条礼拝の後は、みんなで食べましょう。みんなで食べましょうっていうのはどういうことでしょうか。特別な食事ということですか。特別な、あ、これ、綺麗な、ね。ツツジですね。白いツツジっていいですね。やっぱり何か、なんか白いツツジって、何かこの、イエス様を表すようなね。ミニマリスト牧師としてテレビ出してください。ミニマリスト牧師ね。いいですね。ミニマリスト牧師。ミニマリスト牧師、いいですね。はい。ここはですね、お気に入りのスポットですね。ここはお気に入りのスポットですよ。ここはいいとこですね。ミニパノラマ、ミニパノラマ、ここにですね、もう切り株があるんですね、切り株がありまして、ここに切り株がありますね、この切り株に座りましょう。切り株放送。いいですね。ああ、綺麗な。いいですね。この緑。この緑いいですね。懐かしい。ゆりさん懐かしい。ここは最高のロケーション。新宿気持ちいいですね。なんか本当に、あの、最高の天国気候と私言いますか。天国気候。ね。天国の気候を感じます。天国気候ですね。
天国シーズンと言ったらいいでしょうか。それではですね、明石タイム行きましょうね。明石タイム、キューちゃんには自然の緑がよく似合いますね。ありがとうございます。天国気候、天国季節、天国人生。近くにニューオープン教会見つけました。行ってもいいですか。そうですね、ゆりさん、カリスマはおすすめなんだけど、カリスマにおすすめなんだけど、今度はちょっとゆりさん、そのことを話しましょうね。そのこと、教会について話しましょう。はい、それでは皆さん、明石タイム行きましょう。明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、何がいいでしょうか。先祖の呪いから断ち切られた証、イエス様を信じて、そのさまざまな、先祖の、呪いから断ち切られた証、スタート。スタート。仏壇と位牌捨てて十字架を設置した。墓参り行くのをやめました。アメン。アメン。アトピーが治りました。最近アトピーが治る人が多いですね。神の力で治らない病気がないと考えましょう。神の力で、ね、神の力は全能の力だと信じましょう。神様に不可能はない。皆さん、ネガティブにならないでポジティブになりましょう。神様にできないことはない。人生の重荷が取れました。イスラム教の神様とキリスト教の神様戦ったらどちらが勝ちますか。十字架を見てください。十字架は神様の勝利です。イエス様の勝利です。イエス様に絶えずお祈りしているおかげで、先祖が夢に出てこなくなりました。アメン。アメン。先祖が出てこなくなりました。ね、先祖の悪霊が出ていきました。同じ宗教葬儀じゃないと、夫婦じゃないという固定概念から義父母が解き放たれました。素晴らしい。素晴らしいですね、それは。素晴らしい。不眠症が改善されました。よかったですね、バルナバさん。先祖の呪縛霊から解放されました。アメン。僕はキリストと同じ誕生日なんですが、僕はキリストの転生者なんですか。いや、転生者じゃないけど、喜んでください。何か意味があるかもしれません。ね。自分の信仰と信教の自由を守ろうと決心しました。アメン。ハレルヤ。素晴らしいです。そうです、ゆりさん。ね、これから、ね、クリスチャンの出番です。クリスチャンが必要なんです。日本には必要なんです。日本にはたくさんのクリスチャンが必要なんです。子供いますか？はい。子供います。9人います。進行したら病気に治るのに、なんで医者はいるのですか？天国には多分医者がいないと思いますね。天国ではね。天国では病気もないし、死もありません。天国ではどんな病気も治っちゃいます。
今住んでるネットカフェから別のカフェに引っ越すことができました。ネットカフェ引っ越しですね。ネットカフェ引っ越し、形式より心が大事だと思いました。アメン。そうですよ、そうです。この世は形式の世界です。この世は形式の世界ですが、大事なのは心です。大事なのは心が大事です。信仰が大事なんです。形式ではありません。特に日本は形式の社会です。去年本気で悔い改めてから自分の嫌なところが徐々に治ってきてるらしい。アメン。中村さん、よかったですね。中村さん、私たちはどんどん変わっていきます。キリスト教をやめようと思うことをやめました。アメン。アメン。キリスト教をやめようと思うことをやめました。アメン。ゆりさん、せっかくの救いを捨ててはいけません。イエス様がゆりさんのためにも死んでくれたんですから、その十字架の行為を捨ててはいけません。十字架の愛を受け取りましょう。十字架の愛を受け取りましょう。宇宙人を作ったのはイエス様ですか？私はですね、宇宙人がいないという、立場ですね。宇宙人はいない。宇宙人はいない。イエス様は、この地球にだけに、地球にだけに人間を置きました。宇宙は死の世界。宇宙は死の世界ですね。でも、死の国の信仰は形式でしかないですよね。我々被造物は形式を超越した認識を持てませんか？体調崩して仕事しすぎを悔い改めました。アメン。仕事しすぎを、悔い改めました。はい。私たちはですね、その、なんて言ったらいいんでしょうかね。聖霊様が入って、聖霊様が入って、私たちは、形だけの人間、形だけの人間が、神を持つようになった。要するに、中身を持つようになったということですね。信仰というのは、結局は、中身を持つことと言ったらいいでしょうか。友達とダイエットしてますが、信仰断食にしました。アメン。ただのダイエットよりもですね。ただのダイエットではなく、信仰ダイエットがいいですね。信仰ダイエットがいいと思います。イエス様の助けの中で、イエス様の助けの中で断食するといいかもしれません。イエス様のおかげで心臓の持病も回復して、元気を取り戻しています。真理の中でクリスチャンは私一人です。真理から迫害されてますが、負けない気持ちを日々持ち続けています。アメン。どんなにあがいても、イエス様が話してくれません。素晴らしい。素晴らしい。どんなにあがいても、イエス様が話してくれません。素晴らしいですね。ゆりさん、イエス様は決して見捨てません。決して見放しません。ね。イエス様は、いつまでも愛してくれます。資産家の奴隷になることをやめることができました。逆流性胃腸炎が治りました。アメン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 。逆流性胃腸炎が治りました。アメン。いいですね。もう一度きれいな木をね、見せしましょう。ここはかなり、ロケーションいいですね。好きなスポットですね。
イエス様が愛をたくさんくれます。福祉、福利厚生や年金は必要ないと思いました。アメン。あ、思います、思いました？福利厚生や年金は必要ないと思いました？私たちは、やはりですね、イエス様により頼む必要があります。年金がいらないということではありません。すべてが益となります。その切り株は性別されました。今朝は鳥が鳴いてないですね。鳥が鳴いてない。山鳩が鳴いてますね。自分より高学歴の人を恨むのをやめることができました。皆さんは天国大学に入ってますから、最高の学歴だと思ってください。皆さんは天国大学に入ってますから、最高の学歴ですよ。逆さ十字。ペテロがですね、貼り付けにありましたけど、それは逆さ十字だそうですね。逆さ十字でペテロが、処刑されたみたいです。ペテロ曰く、イエス様と同じように十字架につけられるのはね、申し訳ないという感じですね。天国大学の大学院ってありますか？いや、大学院はありません。大学院はありません。Q さん、先祖代々受け継いだ土地や家屋は捨てるべきですか？その先祖代々という意味で持つことはあまり良くないですね。神様の恵みとして考えましょう。すべてのものは神のものだということですね。この世の学歴より天国大学の学生で幸せを感じます。イエス様は素晴らしいですが、イエス様をネタに金儲けに走るのは良くないと思います。イエス様をネタに金儲けしてはいません。むしろ逆にですね、皆さんお金儲けをやめましょう、ね、お金を愛することをやめましょうと伝道しているんです、ね、お金は妄想だとこの間放送で言いました、ね、お金は妄想だだから、お金を愛することはやめましょうというのが伝道です。中卒ですが天国大学という学歴を誇りに思うようになった。素晴らしい発言だと思います。良いですね。アメン。ペテロはイエスさんを崇めていたんですか？ペテロは一番弟子だったんですね。ペテロは一番弟子でした。ちょっと向こうの方に行ってみましょう。こういう木がありますね。どの程度資産を捨てるべきでしょうか。一文無しにならないといけないのでしょうか。そのイエス様のために、ね、全てのものはイエス様のためにあるんだ。自分の人生も自分の才能も自分の時間も全てイエス様のために、あるんだと、そういう価値観が必要です。キリちゃん牧師はイエス様を伝道している方で、利益をのために伝道師をされているわけではありません。アメン。キリスト以外の神はなぜ悪魔扱いなんですか？神様は一人しかいないからですね。
神様一人しかいないから。天国の入り口で天国ポイントを買うくじきがいたら差し出すべきですか。天国ポイントっていうのは天の宝ですから、自分でどうこうできるわけじゃなくて、イエス様が来た時に受け取るものです。家族はクリスチャンの私を辞めさせようと必死です。ますますキリスト教の素晴らしさを親族に広めようと思いました。そうですね、神様に、知恵をもらってですね、神様に知恵をもらって、その、家族を愛してください。そして決して、信仰を捨ててはいけません。信仰を捨ててはいけません、信仰を捨てるということは救いを捨てるということですね。信仰を捨てるということは救いを捨てるということです。私たちは、イエス様を知ったんですから、その素晴らしいお方、私たちのために死んでくださったお方を決して裏切ってはいけません。イエス様につまずいてはいけません。イエス様を裏切ってはいけません。むしろかえってイエス様を証ししなければいけないのです。私たち、アラーとヤーウェと同じ神、アラーとヤーウェは同じ神ではありません、ね、同じ神ではありません、ムハンマドはそう言ってるかもしれません、ね、私たちは、イスラム教は、偶像崇拝だと思います。イエスはなんで苦しんだのですか。私たちの代わりなんですね。私たちの身代わりです。自殺したいけど教会に駆け込めば相談してくれますか。はい、スカイプで相談しますね。ぜひスカイプで相談してください。教会に来てくださってもいいです。今朝も素晴らしい放送ありがとうございます。アメン。ムハンマドはサタンの手下ですか。イエス・キリストの、イエス・キリストを告白しない霊は、すべて神からの霊ではありません。イエス・キリストを告白して、初めて、それは、その、正しいのです。イエス様を告白しない霊は、神から来てはいません。人間以外の動物は何のために生まれたのですか。人間のためですね。イエス様のためであり、人間のために動物は作られました。この世界は神様のためでもありますけど、人間のために作られたんです、ね、環境、皆さん、環境っていうのはイエス様が私たちのために与えてくれた環境なんです。偶然の産物ではありません。偶然の産物ではなくて、私たちのために、与えてくれた環境なんです。ですから私たちは、神様に感謝するべきですね。神様にこの環境を与えてくれたことを感謝するべきです。そして神様は私たちに言われました。ね、神様は、この自然を治めなさい。自然を治めなさいと言われました。人間ってどうやって生まれたのですか。神様が作ったんですね。イエス様を神と認めないユダヤ教も偶像崇拝しているということですか、まあ、結局そういうことでしょうね。結局イエス様を認めないということは偶像崇拝していることになるでしょう。
いろいろ言うのはいいけど、証拠はないと信じがたい。そうですよね。ですから証があるんですね。証はまさに証拠です。失敗ばかりで生きる気力がありません。どうしたらいいですか。イエス様から生きる気力がもらえるんですよ。イエス様から生きる気力がもらえます。虐待が悪ではないと前に聞きましたが、それは人間のストレス発散のためで良いということですか。とんでもありません。とんでもありません。考えてくださいね。虐待されたらどうですか。そもそも虐待されてるじゃないですか、私たちはね。虐待がいいわけありません。とんでもないことです。皆さんの証は誇りですね。励みになっています。神様がいるという証拠ってあったりしますか。ありますよ。あります。ケントさんが証拠ですね。ケンタさんが、神様がいるという証拠です。なぜかというと、私たちは、作られた存在です、作られた存在です。私たちは、その神様に似せて作られましたから、私たちが神様がいる証拠なんです。私たちは神に似せて作られました。はい、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、そうですね。家族の呪いから救われたいと思う方、今日の放送を聞いて、その生きる気力が欲しい方、アメンと言ってください。生きる気力が欲しい方、アメン、アメン。生きる気力が欲しい方、アメン。アメン。天のお父様、感謝します。あなたが作られた美しい自然、それは私たちのためのものです。どうぞ今、アーメンと言った方々が、先祖の呪いから解放され、神様の祝福の中に入りますよ。神様の祝福の中に入って、どうぞ一人でも救われますよ。一人でもイエス・キリストに会って救われ、神の国に入ることができますよ。神の国に入ることができますよ。どうぞイエス様、リスナーの方々、今アメンと言った方々を祝福してください。祝福してください。そして、これからあなたの愛を感じて、あなたの愛を感じて歩むことができますよ。そして、家族も救われていきますように。家族も救われていきますように。感謝します。今日一日を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。ありがとうございました。はい、明日の日曜礼拝、見てくださいね。月火が放送休みます。月火放送やめます。シャローム。シャローム。良い一日を。良い一日を。シャローム。